開票作業ですが着々と進んでいます。与党が今回の改選124議席の過半数である63議席を上回りました。現時点での各党の獲得議席は自民党が56議席、公明党が13議席の合わせて69議席で、今回の改選124議席の半数を超えました。一方で野党は立憲民主党が16議席と改選前の9議席を大きく上回ったのに対し、国民民主党は5議席にとどまっています。また山本太郎氏が率いる れいわ新選組が2議席を獲得しました。与党と日本維新の会などを合わせた改憲勢力は、憲法改正の発議に必要な3分の2を割り込むことになりました。ありました。